ようございます。土井パフォーマンスです。今日は雑誌取材のためにこれから埼玉スタジアムに行ってきたいと思います。で、持ってく車が、オートサロン出店予定だった車を何台か持っていこうと思います。で、ちょっと一日その様子をお届けしたいと思います。で、持ってく車ちょっと紹介します。ようやく完成したこのカイエンテックアートコンプリートを持ってきます。ちょっとこれはいろいろ話すことがあるんで、後々ちょっと紹介したいと思います。こんなに車庫端になりました。イケてるなあと僕はこの走るマンションみたいな車を積載車に乗せて行こうと思います。お断りしたいです。ちょっと久しぶりに見ました。で、オートサロンなくなっちゃったんですけど、オートサロン TV っていう、ライブ配信があるんで、一応それに合わせて細かいところをちょっと綺麗にし直したりとかしてるみたいです。相変わらずすごい、このカーボンの感じと、このホイールまで全部マンソリー、そしてこのオレンジの塗り分けが相変わらずとてつもないことになっております。横なんかもこんな感じで、だいたいノーマルのウルスでもすごいのにこんなに全部やっちゃってるっていう。あとはもう一台、このアーバンオートモーティブのコンプリートになったゲレンデを取材してもらいます。いつもはオートサロンで、みんな合わせて車を作ってるんで、オートサロンの前日だったりに全部取材するんですけど、今年はちょっとなくなっちゃったんで雑誌取材ないかなと思ったんですけど、まあ、オートサロン TV があるのと、ちょっとそれに合わせてみんな車完成したんで、こんな感じで大集合してこれから持っていきたいと思います。で、このアーバンのコンプリートもかなり評判がいいみたいで、各支店問い合わせが殺到してるみたいです。これ色もめちゃくちゃいいんですけど、ちょっと違う色で作ってもかなりかっこいいんじゃないかなと思います。で、アーバン他にもいろんなメーカーのボディキット出してるんで、興味のある方はぜひ見てみてください。というわけで、トラック野郎土井パフォーマンス、今日一日頑張ります。あ、で、今日スケジュールとしては、これから埼玉スタジアムの方に走るマンションみたいな車を改装して下ろして取材してもらいます。で、その間車いろいろ撮ったりとか様子を撮ったりとかして、僕はそのまま東京店に向かいます。で、東京店で内山店長と、もう一台取材してもらう車をピックアップして埼玉スタジアムに戻ります。で、取材が終わった車をここに戻しに来るっていう、そういう段取りになります。ちょっと一日様子をお届けしたいと思います。頑張ります。全く気が進まない。車がやばすぎます。もうウルスも高いし、マンソリーでどんだけ高くなってんのよっていう。で、まあ仕事なんで頑張ります。お客様の大切な車なんで、1ミリも傷つけないように慎重に運びます。というわけで、ノロノロ運転でお届けします。で、土井パフォーマンス、そんなこともするのっていう風に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、します。っていうのは、まあ、車屋さんあるあるなんですけど、最近の最近の若い子っていうとなんかもうおっさんみたいなんですけど、免許の仕組みが変わってから、今の子、20代の子とかは、積載車が乗れないんですよ、中型がないんで。なんでわざわざ中型取り行ったりとかっていうのも、なくはないんですけど、やっぱりちょっと、僕ら世代から上が積載改装がやっぱり、ちょっと運ぶ車もかなり高額なものが多いんで、僕ら世代とかが結構運ぶことが多いです。というわけで、今日は、まあ、もちろんボンド各店、あと僕の勤務先ラガーコーポレーションも絶賛営業中なんで、そういう時は直接僕が借り出されます。はい。もうちっともこの車を運ぶことになれないんですけど、1個だけいいことありますね。っていうのは、みんな譲ってくれる。もう2台の車がヤバすぎてみんな譲ってくれます。はい。もう空荷だったらありえないぐらい周りの車が優しいっていう。
それは唯一すごくいいとこっす。しかしまあ車重たいんで遅いです。まあ安全運転なんでいいんですけど、バシバシ抜かされていきます。でやっぱり最近のその影響で、感染症の影響で実車を見ていただくっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。でうちの場合どうしてもお客様の車をそのカスタマイズするっていうのがほとんどなので、なかなかその店舗の方に行っても実際そのコンプリートカー見たりとかっていうのは難しい状況であります。でなるべく、まあ、多くの方にそのうちの、まあ、車両製作のクオリティとかいろいろ見ていただきたいっていうのがあるんで、まあ、一応これからボンドチャンネルの方ではあのライブ配信の方ちょっと積極的にやっていきたいと思います。で、まあ、具体的にちょっとそのリアルタイムで、まあ、見ていただいている方とつながって、まあ、細かいところを見れたりとか、まあ、直接その質問じゃないですけど、まあ、なんかその聞きたいこととかリアルタイムでなるべくその現地にいて実車を見てるような感覚で皆さんに車を見ていただけるような、そういう環境をちょっと2021年ちょっと僕頑張って作っていきたいと思います。なのでぜひ、モンドチャンネルのチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いいたします。でちょっといろいろ今年はかなりやばい車を作る企画があります。ちょっと具体的には言えないんですけど、まあ、金額とか車両とかいろいろちょっととんでもないのを、時々触らせていただきますけど、ちょっとカスタムの内容的には多分過去一になるかもしれないです。ちょっととんでもないのをやります。でまあちょっと制作期間もかなり長くなってしまうと思うんで、ちょっと完成をお伝えするのはもうだいぶ先になってしまうと思うんですけども、絶対興味のある方は見た方がいいです。そのぐらいちょっと期待値上げちゃってももう全然大丈夫ですって、もう自信持って言えるぐらいすごいの作りますんで、ぜひお楽しみにしておいてください。まもなく埼玉スタジアムに到着予定です。で、あ、そうそう、取材してもらう雑誌社は、一応 S4 さんです。まあ、大体1月、2月、3月とかっていうのはやっぱりみんないろんなお店、メーカー、オートサロンに向けて車作ってたりとか、製品作ってたりするんで、かなり見応えが、まあ、もう1年通してもちろん S4 さんの車、出てくる車、すごい車ばっかりなんで、まあ、いろいろ見応えあると思うんですけど、特に、年の初めっていうのはいろんな新しい車、2021年これからこういうのを作ってきます、やってきます、盛り上げてきますっていうのが多いんで、かなり多いと思います、そういうのは。なのでぜひぜひ、特に今月次発売されるかなはうちの車がかなりいろいろ出てますんで、ぜひ皆さん買ってみましょう。なかなかこのテックアートのカイエンとマンソリーのウルスが揃う光景もないんじゃないかなっていう。やべえな。これなかなかウルス内装紹介することがないんですけど、内装めっちゃかっこいいんですよね。これメーターとか、まあもちろんストリートで乗るんで、あのマンソリーのコンプリートみたいなカラフルな内装ではないですけど、見てくださいこれ超かっこいい。というわけで今は無事にウルスベナタスは届け終わったんで、これから東京店に向かって内山店長とマフラーレン 600LT を改装していきたいと思います。1時間くらいかな。もう積載何が困るって、別に運転はずっと積載前運転してたんで別になんてことはないんですけど、運ぶものが超高額だともう本当に緊張しすぎて気が進まない。あとは普通車と違ってどこでも行けるわけじゃないんで、ちょっと道をちょっとちゃんと下調べしてからじゃないと、まあ、空荷だったら別にどうでもいいんですけど、
ちょっと高額車両運んでる時だとさすがにハマっちゃいましたなんて言うわけいかないんで、ちょっとちゃんと下調べしてからじゃないとルート行けないっていう。そしてコンビニにも気軽に寄れないんでトイレも困るっていう。まあそんなどうでもいい積載あるんで、今ボンド東京で 600LT を積み込みました。ちょっとバタバタしてたんでちょっと積み込んでるとこ撮ってないんですけど、無事積み込み完了したんでこれから再びサイスタに向かいたいと思います。はい、というわけで僕が車を一生懸命改装している間にもう撮影が一番最後の1台ということで、最後僕が持ってきた 600LT を今撮影してもらってます。で、この撮影してもらった車は、次号の S4 に掲載予定なんでぜひ見てみてください。そしてもう僕がいない間に全部済んじゃったんで車がないんですけど、一応カイエンも、あとは制作過程をお伝えしているフライングスパーも、撮影してもらったんで、ちょっとそれもぜひチェックしてみてください。でテックアウトの開演はこんな感じで仕上がりました。今日写真撮ってもらいました。ちょっと今日ここで詳しく紹介しようと思ったんですけど、ちょっと時間がないんでちょっと詳しくは別の動画でお届けしたいと思います。ホイールがこんな感じで、車高がちょっとせっかくなんでベッタベタにしてあります。どうでしょうか。ちょっとノーマルからガラッと変わった感じになったんじゃないでしょうか。テールもこんな感じでエンブレムレスとテックアウトのエンブレムになっております。で今日は急遽これからこの後カメラマンの911を内装レビュー、レビューというか内装紹介、はい、内装紹介で撮ってもらいます。それも S4 多分乗ると思いますのでぜひ見てみてください。テックアウトのフルオーダー内装になってございます。あ、次何やるんだっけ。サンバイザーとかリアシートも、はい、サンバイザー、B ピラー、リアシートも残ってるっていう風に言ってます、はい、ゴールはまだ遠いみたいです、はい、ちょっとこだわりのこの半分日陰、半分日向みたいな絵になるらしいんで、こんな感じで S4 さんのあのいつものかっこいい写真が撮られてるんですね。そして僕的にはこういう機材の方が興味がいっちゃいます。もうね、いろいろ1日に動かしすぎると、あのリフターの場所とかエンジンスタートの場所とかシフトの仕方とかバグっちゃって、もう何が何だか分かんないもん。マクラーレンのだってスタートボタン探しちゃったもんさっき。ちょっとじゃあまだ撮影終わってないんですけど、ちょっと先に帰ろうと思います。あれ、フライングスパー持って帰ればいいだけ、はい、で、カイエンとカイエンは僕が走って、あ、もう一回来るんだ。で、解散これ積んで、はい、で解散みたいです、はいはい、じゃあ帰ります。 OK。 じゃあ
すいません、ありがとうございました。先に。で、これからこの積載車に乗って帰るんですけど、フライングスパー積んで帰ります。これが取材してもらったフライングスパーです。僕がいなかったら行かないんで、もうただ完成した絵になっちゃってますけど、一応一通り完成したみたいです。で、詳しくは別の動画でお届けしますんで、そっちもぜひ見てみてください。で、フロント周りはちょっと前回紹介した状態から少しだけ変わってるみたいです。はい、まあ、小変更加えてホイールがマンソリーがこの辺が、まあ、このエンブレムがセンターキャップが回らないとか、ちょっとそういうのも詳しく紹介したいと思います。これも S4 に出ちゃいます。なんでそれもぜひチェックしてみてください。はい、で頑張って、もう明らかにこのローダーの荷台のサイズとこのフライングスパーのサイズが同じぐらいに見えるのは僕の目の錯覚でしょうか。はい、どうにか頑張って積んで帰りたいと思います。というわけでちょっと今頑張って帰っております。あの辺って結構今その、まあ、越谷とかもそうだけど、ものすごく今開発が進んでて、結構こういろんな建物が建ってて、僕ら撮影班目線で行くとちょっとかっこいい V が撮れそうなスポットがちょっと いろいろありましたね。ちょっと今後撮れそうだったら活用していきたいと思います。で、これから戻ってカメラマンの911を撮影してるのかな。もうしてると思います。はい、ちょっとその様子も届けられたら届けたいと思います。で、まあ、カメラマンの911テックアウト内装なんですけど、テックアウトは2021年どんな感じですか。2回目聞くけど内装をしてきます。内装しで、で車的にもポルシェ新しいのが GT3 が、はい、今年出るの。あれって今年出ます。あ、今年出るんだ。そうすると自動的にコンプリートの GT ストリート R も、それはターボベースです。あ、ターボベースか。そっか、まあ、でも GT ストリート R も出ますし、GT3 のカーボンパーツだったり。ああ、なるほどね。まあ、ちょっと GT3 用のパーツもいろいろ開発予定みたいです。あとはちょっとぜひ内装を、まあ、どうしてもそのポルシェジャパンの方があんまり改造ウェルカムっていう感じじゃないんで、ちょっとなかなか、まあ、他のメーカーに比べて、まあ、ちょっといじるっていうところのハードルがなかなか日本だとハードル高いと思うんですけど、やっぱりこう人と違うものとか純正オプション以上のものを求める方って絶対ポルシェいると思うんですよね。なんでそういう方のために、まあ、いろんなプランを提案できるように、まあ、テックアウトの方も2021年ちょっと継続して宣伝広告というか皆さんに知っていただくためにいろいろやっていきたいと思います。あとでも内装も結構さ、そのヨーロッパ全体そうみたいだけど、ちょっとこうトレンドが変わってきたり、車業界全体の考え方がちょっと変わってきたりとか、特になんかその高級車中心にちょっとそのなんていうの、そう動物のそのレザー本革使うのがちょっとこう少し野蛮だよねみたいな空気も出てきてるでしょ、はい、でこうファブリックが見直されてきたりとか、まあ、あとはテスラみたいなその人工のレザーの質がめちゃめちゃ良くなったりとか、あれテスラの白いレザー、そうワインとかこぼしても全然拭けば OK みたいな、ああいうのが出てきたりとか、まあ多分チューナー系もそれに追従していく形になると思うんですけど、多分素材とか、まあ、いろんなフィニッシュとか、まあ、面白いものがいろいろ出てくるんじゃないかなっていう。カーボンも最近すごいからね。そうですね、なんかもう全然俺らでもわけわかんないこうカーボンが、特にマンソリーなんかもうラインナップがすごいじゃない、はい、だからその辺の素材の違いなんかもいろいろ新しいものが出てくるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりこう最先端を見てちょっとそれをお客様にフィードバックして出来上がった車を僕らが撮るという、はい、ちょっとその辺も2021年やっていきたいなと思ってます。ちなみに今日雑誌撮影したウルスのベナタスは、はい、カーボナードってからにするだけで100万円アップだった。え、そうなの。うわー、知らなかった。車両製作あんなに携わったのにそんな下調べもしないっていう、そういう野郎なんです僕、はい、あ、そうなんだ。マジか。ちょっとステルス戦闘機みたいな柄のやつでしょ、はい、マジ。いやでもあれ目立つよね、はい、ちょっとカーボンパーツって今もう本当にいろんなの出てきたから、ちょっとそういうので差別化とか特別感とか、そうですね、うん、いいかもしれない。でっかいブロックカーボンとかね、
いいね。ちょっとじゃあ2021年もかっこいい車が出来上がるんじゃないですか。やっていきましょう。こんな感じで今写真撮ってもらってます。これも S4 に出ちゃいます。ちなみに僕は無事今フライングスパを改装してきました。車がでかすぎてなんと前から詰めないというギリギリ、かっこよすぎで、一応明日オートサロン TV っていうライブ配信があるんで、一応それに持っていくために準備完了しております。というわけで今回は一日ちょっと取材の様子をっていうか移動の様子がほとんどになっちゃったんですけど、僕の一日をお伝えしました。モンドチャンネルいろんなこと多分今年もお届けしますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。